じゃあ続けてタマラジオ撮っていきたいと思いますけど、まあね、実際にちょっと試しにね、どんどん撮ってます。タマラジオね、しばらくずっとね、上げてなかったので、急にね、ポンポン上がるかなと思うんですけど。まあ、今回は、じゃあタマラジオはね、受験前に頑張る意味あるのっていうかね、まあ今ちょっとこう、合格が見えなくなって不安だねっていうことで、まあね、来てます。けど、結構前向きな言葉の方が多いな。やっぱまだ諦めない、頑張るぞとか、やるんだとか。だからその、まあ連絡が来てることの方が多いので、まあちょっとどっちかっていうと、そこに背中を押せるようなね、ことを話していこうかなと思うんだけど、受験前。で、この短期間に、あともう1ヶ月2ヶ月でね、もう受験の、まず共通が始まって、その後2次ってなるけど、そんなね、2ヶ月とか短い期間で、伸びるわけないって、思ってる人たち、いるかもしれない。でもね、全然そんなことない。っていうのを今からしっかり話をしていこう。ただ、今回のラジオに関しては前回のいろんなラジオを載せてる。てか前回とかこれまでのラジオのクリスマス特訓ってやつを載せてる。で、そこの、例えば他の動画であったりとか、あとブログ過去にね、クリスマス特訓っていうのをやってたのよ。12月25日に。たった1日だけ、もう朝から晩までやることとルールがあって、そのルールの通りに1日徹底的にやるって言って、で、めちゃくちゃ頑張る1日っていうのを、そのルールの通りみんなでやるっていうのをやったんだけど、たった1日だぜ。一教科に絞ってやるのよ。で、必ず最後に、まあ、なんていうの、確認の、過去問とかを、まあ、やってない文字とかを使って、力試しをするんだけど、たった一日、24時間経ってない。その日の朝に始めて、最後寝る前の夜にやるから、18時間とかかな。遅くても、それぐらいしか経ってない。15、6時間とかぐらいしか経ってない。点数が、10点とか20点とか、みんなめちゃくちゃ伸びてるのよ。たった一日だよ。そんなことあるって思ったら、そのクリスマス特訓の動画のコメントとか、ブログのコメントをよく読んでほしい。過去の奴らを。たった一日でめちゃくちゃ伸びるから。で、なんでそんなことが起こるのかって話をする。そして、なんでこの冬、最後の最後まで諦めずにやり抜けって。前回のラジオでも言ったけど、苦しい時、そして可能性がない中で、薄い中で、もう落ちるかもしれないとかね、合格の可能性が結構やばいかもしれないって。いいとかいいとかの中で、でもどこまで心を持てるか。っていうのは、やっぱりある。やる前から諦めたいとかね、辛いって気持ちわかるよ。やっぱ、なかなか難しいかもねって言われる中で頑張り続けることって、やっぱ、なかなか大変だと思う。でもね、できる。てかさ、やったらいいじゃん。だってもう残りたった2ヶ月しかないんだっていうことはさ、俺いつもこの頃に思ってたのは、あともう2ヶ月したら勉強しなくていいんだって。だからもう一生分やっちゃおうって。なんかね、俺結構頭悪くてさ、そもそもその、高校とか大学は勉強するとこで大人になったら働くから、その大学まで、は勉強する。で、そっから行こうは勉強しなくていいって思っててさ。で、よし、もうね、落ちて高卒になるかもしれないんだったら、目いっぱい、ここでね、人生の全部分勉強しちゃおうって思ったのよ。で、どうせさ、しかも残り2ヶ月ってことは60回寝て起きたら終わるじゃん。もう60回でいいんだよ。60回寝て起きたら終わるんだから、その間分だけ勉強する。そしたらさ、残りの5、60年がめっちゃ良くなるかもしれない。5、60年が思った人生になるかもしれない。輝くものになるかもしれないんだよ。だったらこの2ヶ月ぐらい捨てていいじゃん。しかも2ヶ月分丸々24時間じゃなくて、起きてる間分くらいだよ。できるって。だからこの期間の俺の勉強時間って12から16、15、6時間で毎日勉強してた。うん。で、やっぱ、なんでそこまで、やるのかっていうとさ、で、しかもやっぱ、こんな点数が伸びるのかっていうと、例えば、基礎基本の教科書をバーって読んだだけでは、点数ってそんな伸びない。ね、なんでかっていうと、例えば、まあ、なんだろうな。まあ、みんなが知ってることで言えば、まあ、じゃあ、1192年に、源の、頼朝が鎌倉幕府を開いて、で、征夷大将軍になりましたよ、みたいな。っていうのがあったとしても、そんな基本的なことは、試験には出ない。大学受験には出ない。で、それを知った上で、こんなことがあって、その後こういう風な歴史の流れになるから、みたいなところが、まあ、試験には出てくるんだけど。だから、基礎じゃなく、その基礎のちょっと上が出るわけよ。テストには。で、これまで、秋とかまでは基礎ばっかりやってた。そして、その基礎をある程度できたかなっていうんで、秋からどん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 過去問とか、実際の本番に出るようなレベルの問題をバンバン解きまくりながら、何度も何度も解きまくりながら、その基礎を知った上でのちょっと難しい問題をいっぱい解いていく。で、その時に点数に変わるんだよ。わかる？前ね、夏はトランプゲームだみたいな話を、なんていうの、大学受験はトランプゲームのやつだみたいな話をしたことがある。トランプゲームで表を向いた面が点数になるよって。で、夏は、どういうことをやるのかって。夏は基礎基本を徹底的にやる。この基礎基本を徹底的にやるっていうのが、トランプを裏向けていっぱい並べるっていう作業。そして、秋になっていっぱい問題を解きながら、それをめくっていく。そしてめくった分が点数になる。
だから夏にしっかり基礎を頑張ってると、夏までにしっかり基礎を頑張ってると、たくさん裏向けてトランプが並んだ状態、ね、で秋冬にいっぱい問題解きながらどん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 力をつけていってると、それがどんどんトランプが表に向いて点数に変わっていく。でやっぱそのなんていうの、この秋冬やらんかったら、すっごい夏に頑張ってても基礎基本しっかりできてても点数なんないの。だウェブ玉のアニメでめっちゃ点数伸びましたとか、世界史なんかめちゃくちゃ伸びたって言われる、今からやったのにって、すごいよね。その1ヶ月しか世界史やってませんって、1ヶ月前に玉先生の世界史見始めましたって、でそれで30点しか取れなかったって、すっごく不安で悩んでたやつがね、でまあそれで結局今から世界史頑張りますっていうその連絡が来たのよね、うん、で絶対今から点数上がるから、やれって、絶対うまくいくからって言ったらさ、まあ本番までにいい点数来るかなと思ったら1ヶ月後に来た。あれから1ヶ月でなんと点数が60点超えたってね、わかる。で俺のアニメがすごいとかじゃないのよ、結局あれは最後の最後、点数になる部分をウェブ玉のアニメではしっかりやってるから、だからあれって基礎基本をしっかりやったやつこそ特に点数が伸びる、ね、トランプを裏向けてたくさん並べてたやつほど一気に点数がパパパって変わるわけ。ただそれがテスト前、受験前に来なきゃいけない、ね、その後2月3月にそれがそのうわーってここまで頑張ってたら 点数なってたのにっていう前で、あー伸びないなーって言ってやめちゃうやつらが多いんだよ、ね、冬になるほどめっちゃ点数伸びるのはそういうことなの、ね、でじゃあ1ヶ月2ヶ月でそんな伸びるわけないよって言うけど伸びる。なんでか、例えば俺とか国公立熊田行った5教科7科目やった、ね、で受験ってか熊田を目指し始めたのが高校3年生の7月なの。その時初めて教科書を読み始めた。そっからスタートで、教科書の内容基礎基本を徹底的にやるぞって、8月いっぱいまでに徹底的にやるんだって言ってやって、最終的には熊大は、まあ、共通テスト8割ぐらい取って合格する力がつくんだけど、それがちょうど1月の元旦模試ね。だから7、8、9、10、11、12、ちょうど6ヶ月で俺はそこまで上がった。5教科7科目ね。まあでも分かりやすいようにまあ7ヶ月としとこうか、7ヶ月かかってないけど、てかまあいいや、まあ、5教科7科目を、まあ、6ヶ月ぐらいでそこまで行ったわけだ、8割ぐらいまで。ってことは分かる？ 1 科目あたり1ヶ月かかってないんだよ、ね、半年間死ぬほど勉強して点数ギュン伸びましたって、この話めっちゃ聞くと思う。半年ですっごい点数伸びたってみんな聞くし、みんな多分周りにいるやつらそうだと思うよ。この半年で点数伸びてる。でもそういうやつらって1科目あたりに1ヶ月しかかけてないってことになるじゃん。だから1科目に絞れば1ヶ月でも全くゼロの状態から7割8割ぐらいまで行くんだよ。力はつくのそれぐらいっていうことになるでしょ。わかる？今からテストに変わるような勉強をやっていけば十分間に合う。そして1科目あたり1ヶ月かけてなくてもそれぐらい行くぐらいのことをみんなザラにやってる。だからたったこの1ヶ月しかない、この2ヶ月しかないって中でも十分点数バリバリ伸びる。なんでかね。それは例えば3教科4教科私立狙ってて教科数が少ないやつらならもちろんのこと、それはもう当然伸びる。今から8割目指せって言われたって絶対いける。めちゃくちゃ頑張れ、いける、うん、各教科ね、特に伸びる勉強法も特にあるけど、でも伸びる。な、2ヶ月で全然伸びる。いや5教科8科目あるから全部伸ばすの無理だよっていうやつらだってわかる。受験勉強ってやるべきことが減っていくということなのよ。でこれがよくできてないやつら、復習をサボってるやつらね。あ、教科が増えた、やる範囲が増えた、難しいところまでやらなきゃいけない、だからどんどんやることが増えてるっていうやつらはやり方が良くない。わかる？古文漢文、古文がほぼほぼ満点、もうここまでなったらあとは今の力を維持するだけでいい、ね、だから復習程度にしといて、もう勉強時間はもっと漢文とか現代文に当てよう。英語はかなり点数になってきた、だから数学に当てよう。わかる？勉強で力がついた部分に関しては復習だけで良くなってきて、やる必要がなくなってきつつある。そこに力を注げるわけだよ。数学であればもう図形はある程度できるようになってきたから計算の部分に力入れていこうとか、もう生物はできるようになってきたから科学に力入れていこうとか、夏の頃よりもできる部分が増えた、わかる部分が増えた、だからやるべきことは減ってるはず。だからあと2ヶ月3ヶ月しかなくても絶対に伸びる。そして2ヶ月3ヶ月だったら頑張れる。たった60日だよ。それで60年が良くなる。わかる？1日の価値が1年分なの。1年良くするために1日捨てるなんか簡単に言えるじゃん。1日捨てるだけでいいんだよ。そしたら1年良くなるんだよ。60日捨てたらいいじゃん。しかもだって今受験期だよ。思いっきり遊ぼうと思ったって、友達も受験勉強でやってて忙しくて遊ぶ友達もいない。高校生だから稼ぐ時間もなくて、学校行かなきゃ行かないからもう遊ぶ時間もなくて、そもそもバイトもしてないだろうからお金もない、お金もない、時間もない、友達もいない。こんな中の一日そんな価値ないって。勉強死ぬほどやったらいいよ。そして大人になったらもうネットで知り合えばいろんな同じ趣味のやつらが全国いっぱいいる。そして全国にうまいもん、綺麗な場所いっぱいあって、で大人になったらもう毎月、もうこれをよく言うんだけど、もう大人になったら毎月がお正月なんだよ。お正月以上だよ。お正月ってお年玉でね、俺とか2万とか3万とかもらってたけどさ、
もう大人になったら2万円3万円を毎月使えるんだよ。知ってか、なんなら2万円3万円以上のお金が毎月入ってくるんだよ。すごくないか。だったら大人の方がいいよ。車があって、どこにでも行けて、お酒もあるし、いろんなとこだって行ける。ユニバだって行けるし、もうその俺の知り合いでさ、その千葉に住んでディズニーのフリーパスとか、ユニバのフリーパスとか買って、もう行きまくるぜみたいなやつもいた。ね、まあいくら、今いくらになってるか分かんないし、コロナだからね、なんか今行けてないとかもあんのかもしんないけど。大人になったら最高だし楽しいぞマジで。いや怪しいとかわかんないって言うんだったら、俺んとこ来たらもううまいもんと綺麗な場所とかすごいとことかなんかは教えるから。熊本こんなあるよとか、俺全国回ってるから全国のやついろいろ教えれると思う。だからそのために捨てたっていいじゃん。めっちゃ伸びるよ。クリスマストックたった一日でも10点20点伸びてるんだから。一教科に絞ってだよ。じゃあもしそれ他の教科でやったらどうなる？3教科持ってたら4、50点伸びる可能性十分ある。5教科7科目って俺みたいに持ってたら100点分伸びることだって十分ある。俺12月入って11月の末の模試、10の模試の時初めて500点超えて、なんか500点超えないと熊大を受験させないみたいな、よ意味わかんないんだけど、そういうこと言われてたのよ。まあもしかすると、まあね、別にどうせ俺受けるしって思ってたから、まあ俺をやる気にさせるために、言ってたのかもしれない。本気にさせるためにね、まあ結構本気だったんだけどさ、すでに。で、言ってたのかもしれないけど、初めて11月の末、500点超えないと熊大は受験させないぞって、熊大の合格は560点だから、もうこの12月入った時点で500点ぐらいは超えてないといけないって言われて、どうしても俺は400点後半まで行って、70とか80とかまでは行っても500点超えなかったのよ。でも初めて11月末に512点。これは嬉しかったな、マジで500点超えて。やったって先生たちもギョーって。最後の最後ね。12月までにって言ってたらさ、最後のもう残り2、3日で500点超えて、超えちゃったみたいな。で、元旦もし640だね。130伸びてる。たった1ヶ月。ちょい、1ヶ月1週間くらいで。伸びる。一番伸びる時期。こんな時に泣いてたり、もう凹んで勉強しなかったらもったいない。一番伸びる時なんだから。やろう。絶対伸びるよ。そして、さっきも言った通り、そしてお前たちもそう。お前たちも今泣いて頑張れない。もう不安で辛くて頑張れない、集中できない。でもね、みんなライバルそうなんだよ。そしてなんなら3割がこの時頑張れなくて、この一番伸びる大事な時の勉強をやれないでいる。3割もいるんだよ、そんな奴らが。だから、泣いたって苦しくたって、それでも勉強すれば勝手に3割の奴を追い抜けるんだから。一番伸びる時、たった1ヶ月かもしれない。でも、1科目あたりにすれば、受験勉強ゼロからやったって7、8割取れるぐらいの期間がある。だからめちゃくちゃ伸びる。絶対行く。諦めるな。あと2ヶ月あるってことは2教科完璧にできる。でもそんなことしなくてもいいぐらいここまでそこそこ基礎やったじゃん。ってことは半分くらいでいいっていうのは4教科伸ばせるよ。4教科ギュンって伸びるくらいの時間は十分あるよ。受験まで2ヶ月。60日。残り人生60年のために捨てて目いっぱい頑張るぞ。絶対伸びるから。頑張れよ。どうにも。悩んだり相談する塾の先生とか学校の先生がいなかったら、まあ、YouTube のコメント欄だと他のみんなが見ることがあるんでね。で、例えば相談もらったやつにとって、例えば今数学のこれやるべきだって言っても、コメントにの見たやつにとってはそうじゃないこともあるじゃん。でも、そのコメントの中でこれやったら10点20点伸びるよとかさ、言われたらやっぱやりたくなるよね。だから極力コメントであんまり深いこととか、そいつのためになるようなことっていうのは言えない。だからメールか Twitter の DM になっちゃうけど、その辺で連絡してきてほしい。コメントの方はね、宣言とかでもいいよ。あと1ヶ月でこれだけ伸ばしますとか、残り2ヶ月でこんだけやりますとかね、絶対合格しますとか、こんなやりましたとかでもいい。コメントはそういう、他のやつが見てパワーもらえるようなこと書いてくれるとすごく嬉しいけど。絶対伸びるから、残り受験まであとちょい、頑張っていくぞ。ファイターで。